はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。通常切符を買い間違いした場合、緑の窓口で払い戻しが必要になりますが、一部の駅ではきちんと券売機で払い戻しすることができます。現在御徒町駅に来ております。で、試しにですね、総武線の津賀駅770円の切符を購入していきたいと思います。間違えて770円の切符を購入したとして、これを窓口に並ばずに払い戻しをする方法を見ていきたいと思います。じゃあまずはこちらのですね、通常の緑の、あの指定席券が買えない方の券売機、こちらで770円のボタンを押して、硬貨770円を入れたいと思います。ちなみに100円と10円でかなり、多くの小銭を入れてみました。500円玉で返ってくるかどうかも見どころになりますね。今770円をこれで入れました。で、お取り忘れにご注意ください。切符が出てきました。で、この切符をですね、払い戻しする場合、緑の窓口に並ぶこともできるんですけれども、払い戻しっていうボタンが、買い間違いのボタンがあります。これを押して切符を左に寄せて入れると、左寄せにして縦に入れてあげる。そうすると払い戻しますっていう確認の表示が出てきます。で、そのまま効果で返金がされる。ちなみに10円と100円しか入れなかったんですけど、500円玉でちゃんと戻ってきました。そして、こちらですね、指定席券売機です。こちらでも乗車券購入することができまして、こちらの乗車券ボタン、本日で、同じように、大人1枚で、普通列車のみ利用で、御徒町から、津賀駅、こちらの切符を購入していきます。で、この券売機で購入すると、先ほどの茶色い切符より少し大きいタイプの、特急券と同じサイズの切符で、購入することができます。で、同じように770円を投入します。すると、左側から切符が出てきます。指定席券、特急券とかと同じタイプのこういう切符が出てきます。で、こちらを間違えて購入した場合に、払い戻しが、実はこの券売機にも乗車券の下に払い戻しボタンがあります。で、上から3番目の買い間違い払い戻し、このボタンを押しますと。ただこの大きいサイズの、券をですね、こっちのさっきの券売機で払い戻しすることができるのかっていうのを先に試したいと思います。入れようとしてもこれ実は入らないんですね。入らないので、返金はできませんでした。先ほどの指定席券売機の方で買い間違い払い戻しをしてみます。で、先ほどと同じく左に寄せて下の台に入れてあげます。すると確認ボタンが出てくるので、そのまま確認ボタンを押します。そうすると返金がされるようになっています。手数料はかかりません。ちなみにさっきの茶色い切符をこの指定席券売機で返金しようとすると、切符自体は中に入るんですけれども、買い間違い払い戻しをした後ですね、切符が戻ってきてしまいます。なので、茶色い切符は元の券売機、大きめの切符は指定席券売機、それぞれでしか払い戻しができないということが今回の購入で分かりました。お金の取り忘れにご注意ください。はい、これで返金がされました。という形です。なので、乗車券のみの場合は窓口で精算しなくても、
返金が可能になります。いらっしゃいましてありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車は